はい、Z のキャッチャーミットですね。こちらは比較的価格が安い価格帯のキャッチャーミットですね。これは日本製じゃなくて海外モデルになります。まあでもね、この価格帯なら全然その海外でも気になりませんね。はい、クオリティ的には日本で作ってるのと同じクオリティです。やっぱ Z はキャッチャーミットを作るのとてもうまいですね。まあ軟式用ということでポケットがすごく深くできてます。まあこのぐらい深くないとやっぱ軟式だと使いづらくなりますかね。うん、でみんな結構高い2万円以上もしくは3万円するキャッチャーミットとか選んで硬くて使いづらいっていう草野球プレイヤーの方が多いと思うんです。だいたい価格的にはこの1万4000円ぐらいで、もうなんて言うんだろう、すぐ新品でもこうちょっと閉じれるぐらいのキャッチャーミットの方が、草野球で使うときにはもう使いやすいキャッチャーミットですね。はい。で、色もたくさんあります。まあこれジャイアンツの小林選手モデルにちょっと似てますね、カラーリングは。あとこういうちょっと蛍光オレンジを使ったモデル、またこのレースが赤いタイプですね。そしてなんと左用もあります。左用も右用と同じ価格で左用があります。うん、まあ、今左でキャッチャーする選手も多いと思いますので、ぜひどうですかね。はい、もう残りあとこれだけです。ぜひどうぞ。